遠来は、立松和平の1980年の小説、野間文芸新人賞を受賞。栃木県宇都宮市を舞台に、都市化されていく、近郊農業の欲望や矛盾が吹き出ていく様を描く。遠来、春来、性的目白く、地霊へと続く四部作の第一作にあたり、全体として、都市近郊の農村青年の絶望的な状況を描いている。本項目では、 これを原作とした1981年の映画についても記述する。栃木県の都市近郊で、三つは両親と共に農業を営んでいた。兄の鉄夫は銀行員として東京に出て埼玉県に家庭を持っている。その中で工業団地と住宅団地が作られることになり、三つ一家は土地を手放し、工業団地にできた工場に勤める。しかし、 それも長続きはしない。父は家を出て、愛人と同棲する。三尾男はそれでも、わずかに残った土地にビニールハウスを建て、トマトの栽培を始める。その中で見合い相手のあや子と結ばれ、結婚を決めるが、トマトは病気にやられて、栽培を断念せざるを得なくなる。三尾男とあや子の結婚式の日、三尾男の祖母は老衰で亡くなり、遠来の音が徐々に近づいてくるところで、 作品は閉じられる。この作品の背景となっている工業団地は宇都宮市の水保屋工業団地であり、住宅団地はその北側の猿山団地である。1981年4月24日公開。主演、長島俊幸監督、根岸義太郎日活ロマンポルノ出身の根岸義太郎監督発の一般映画。ATG 代表の佐々木史郎は、 本作を、ネギシヨシタロウの監督デビュー作にしたかったが、待ってる間に、ネギシが7本撮ってしまい、結果的に、ネギシの監督8作目になった。ネギシも、立松和平の、売りキの北回帰戦を映画化したいと考えていたため、ようやくオファーを受けた。ネギシは地方に対する思い入れはなかったが、描きたい人がたまたま農村にいたことで舞台が栃木になった。 脚本の荒井春彦とは以前から組みたいと思っていたという賛否両論を読んだのがビニールハウス内でのジョニー・オークラの独白シーンの長回し実際には1カットではなく3カットであるがカメラは長島俊之の視点で正面からのカメラでジョニー・オークラが延々と喋り続けるネギ氏は ずっとカメラがある方が力を生むんじゃないかと聞いてる長島くんと見てる人が同じ気持ちになれるんじゃないかなという。それにかけてみたと話している。本作を鈴木直之を団長とする日本シナリオ作家協会の代表団が中国雲南省の山奥まで持って行ってシンポジウムを開いたが、このシーンを中国の映画人が辛辣に変し、鈴木がこんな名作をこのまま言われ、 お話じゃ帰れないと昼食を挟んでシンポジウムを続け、いかに狙いとしてこれが素晴らしいか、中国の映画人を説得したという、栃木県宇都宮市、受賞歴。ありがとうございます。